というわけで、第3部はちょっとだけですけれども、演奏ライブコーナーのことで、足立翔也さんには歌っていただきます。手元にはスイートワーカーで、村上は、ミャンマーマンドリンをやります。今日は2曲やるんですけれども、ちょっとあの、ね、曲の説明というかをあのお聞きしたいんですけれども、1曲目はミャンマーギリ、これ一番有名なやつですかね、ミャンマーで。そうですね、あのマンデレー の, あの時代のちょっと前の200年前ですね、うん、あの王様とそのマンデレーの美しさ をあの いろいろ王様の元であのこういう曲で演奏するような歌ですね。決して正面の歌ではないですね。王様の、はい、あ、照明をもうちょっと明るくしてもらっていいですか。手元が、ありがとうございます。次で最後なんですけどもね、2曲目、アウディパウディ、これはお祝いの歌ですね。
昔の時代にいる何か全部がうまくいくようにとか、その国のが平和になるようにとか、そういうあの、国を、ね、はい、祈ってから歌う歌です。I'm here.
今めちゃくちゃホッとしました。短い、ライブコーナーでしたけれども、多分ミャンマーバンドリン日本人で多分僕は初めて弾いたんじゃないかなあのまた来年、ありがとうございます。また来年って新しい曲先生に、ね、習ってこようと思います。歌ってくださったのは足立修道さんです。ありがとうございます。もうこれで今日のイベントはおしまいになるので最後にあの、出演者の方紹介します。野町美玲子さん、ありがとうございました。山田康さん、どうもありがとうございます。伊勢隆さん、足立川さん、村上でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。多分また来年もやりますのでよろしくお願いします。であのお帰りの際には物販コーナー、僕と石谷さんでいろいろ持ってきてますんで見ていただければと思います。今日はありがとうございました。